バスケットボールにおける審判員はコート内で試合を管理し試合中の様々な事象に対してバスケットボールのルールに基づいて判定を行う人の故障オフィシャルズとも呼ばれるコート外では時間計測や試合の記録を行うテーブルオフィシャルズが試合進行を補助する NBA レフェリーのダン・クロフォード3人制審判 L リード T トレール C センターリプレイを見る NBA レフェリー、モンティ・マカッチンラさん、審判日本バスケットボール協会では公認の審判員をその技術によって E 級、D 級、C 級、B 級、A 級、S 級の6つのランクに分けている。それぞれ主審を務めることができる試合のランクが異なり、厳しい審査によって昇級する。例えば、B リーグの審判員を務めるには S 級または、 A 級の中から審査に合格する必要がある。35歳以下の S 級の審判の中から日本バスケットボール協会が FIBA の国際公認審判に推薦を行う。従来の日本バスケットボール協会公認審判員は公認 A 級、A 級の3つのランクに分けられており、それ以下のランクとして各都道府県別や連盟別に独自の資格を設けていたが、 2016年に、それらがすべて日本バスケットボール、協会公認審判員へと移行され、初心者、未経験者に対しても、講習のみで、e、EQ が与えられることとなった。審判の服装は、プレイヤーと区別するために、日本の場合、グレーの半袖シャツと黒のスラックス、黒のソックスに、黒のシューズを着用する。そして公認審判は左胸にワッペンをつけている。主審 副審ともコート内でのプレーの判定には同等の権限を持ち、笛を吹き、ジェスチャーを使って判定を表す。国際試合では英語を用いる。そのため国際公認審判には日常会話程度の英語能力も問われる。バスケットボールの審判の場合、コート内を選手と同じように走り勝つ瞬間のプレーを判断する必要があり、 またコート内の10人の動きを視野に入れる必要がある。ために細かく動くことも必要で、体力的にもきつい。そのため従来の2人制審判から3人制審判を採用することが多くなっている。また近年では女性の進出も目覚ましく、上級公認審判も多数誕生している。しかし向上的に審判の人数が不足している。 フィバ主催の国際大会では3人制となっている。日本におけるバスケットボールの試合においては審判員数の不足から3人制審判制の適用は B リーグのすべての試合及び WJBL のファイナルセミファイナル各種日本バスケットボール協会公式大会の上位では3人制で行われているが、それ以外は従来通りの2人制が採用されている。国外を見ると NBA は三人制を採用している。2014から15シーズン時点。ありがとうございます。